伸びし、それは深夜に寝静まった民家を狙い現金を盗み出す忍び込みのプロ。ある日目撃した放火殺人未遂。しかし事件の真相は闇に葬られた。稲村の嫁はどこにいる？旦那は殺されずに破産してる。ちょっとあの女は用意した方がいいよ。やべえのがついてるから。お前何書いてんだ？借金旦那にデカ、ヤクザ、執行官、判事。生きたまま焼かれるのがどういうことか分かるか？その事件が20年前の事件を呼び覚ます。逃げたんだよ、母親からも弟からも。まだ自分を許せない？一生そうやって生きていくつもり？俺がお前を殺したんだ。思い上がんじゃねえよ、自分が救われたいだけだろ。この先もずっと私は彼を諦めることができません。いつまで続くんだ？人の命より地位が大事か？ケスの勘繰りというもんだよ。吉川が死んだ。孤高のダークヒーローが事件を解き明かす。なんで全部ぶち壊すんだよ。俺はただ悔しいだけだ。影踏み